ド M サマーフェスティバル？ド M サマーフェスティバル？ド M サマーフェスティバル？ご存じないのですか？ド M サマーフェスティバルとは、ド M 集まる真夏の祭典。ナウテのド M たちが己の魂をかけて競い合い、熱い汗を流す年に一度の催しなのです。ド S さん、聞いていますか？ド S さん、なぜ遠くを見つめているのですか？とにかく数日後にド M サマーフェスティバルが開催されるそうなのです。その空間は別にド M とかではないのですが、そのお祭りに少し興味がありまして、それでなのですが、もしよろしければド S さんも一緒に出ませんか？ド M サマーフェスティバルに。ド S さんの目から断固とした意志を感じます。迷いのない決断に空がしびれちゃいました。そうですよね、ド S さんはド S の中のド S、 ド M の祭りには参加できませんよね。ド S さん、一緒に来てくれるのですか？ありがとうございます。では開催日にまた。お集まりいただいた皆々様、いよいよやってまいりました。これより開催されるはランドソル熱狂の奇祭、ド M サマーフェスティバル。始まりますよ、ドイスさん。ドキドキして体が熱くなってきました。ド M サマーフェスティバルですよ。え、そうじゃなくて、一体何をするお祭りなのかって。そういえば何をするのでしょう。あら、何をするのかも知らずにこのド M サマーフェスティバルに参加するつもりなの？お遊び気分なら今すぐに帰んな。今からここはド M たちの戦場になるんだからよ。ド M さん、変な人たちに話しかけられてしまいました。ここは見て見ぬふりをした方がいいでしょうか？誰が変な人たちだ！おっと、どうやら参加者同士による睨み合いがすでに始まっているようですね。ではその熱が冷める前に早速予選を始めたいと思います。始まるみたいね。優勝はこの私がいただくわ。何言ってやがる、俺様に決まってるだろう。何なのでしょうね、あの人たち。それでは皆様、まずはお履物をお脱ぎください。ドイスさんの前で脱げと。そうですよね、ドイスさんの前で全てを脱ぎ去り、あられもない姿を晒すのかと、空がドキドキしちゃいました。皆様、ご準備はよろしいですか？それでは予選のルールを説明いたします。ド M サマーフェスティバル予選は至ってシンプル。この砂浜をスタート地点として、あちらに見えますサマーフェスティバル本戦会場へとたどり着くだけ。なんだ、あそこまで行けばいいだけか。ド M なんて言うからどんなもんかと思ってたけど、大したことないじゃないか。確かに夏の砂浜って日差しですごく暑くなってるけど、我慢できないほどじゃないわよね。足の速さには自信があるぜ。まずは俺が会場に一番乗りしてや。あっち！ちょ、どうなってるのこの砂浜。尋常じゃないくらい砂が熱い。
けでこうはならないわよ。はい、皆様お気づきになりましたでしょうか。こちらの砂浜は現在我々ド M サマーフェスティバル運営の手により大変お熱くなっております。大変お熱くなっております。おい、あの視界の隣を見ろよ。あれ、魔法使いじゃないか。炎よ。まさか魔法を使って砂を熱してる？そこまでするの？ご安心ください皆様、ド M サマーフェスティバルは安心安全なド M のための祭りです。ああ当然ですが、暑いからといって海に入ることは禁止ですので。いかれてやがる。フェスティバルなんて言うからもっと楽しいものだと思ってたのに、とんでもない祭りに参加しちゃった。それでは皆様、ド M サマーフェスティバル予選これより開始いたします。レディーゴー。とにかく走るんだ。絶対に立ち止まらず、暑さを感じる前に走り切っちまえば。あっつ、無理よ、一歩も進めないじゃない。こんなの誰も。あの子、ゆっくりと歩いて。砂の熱がクーカの足の裏をチリチリと刺激しています。これなら会場まで楽しめそうですね。嘘でしょ、この暑さをむしろ楽しんでいるというの？どうして皆さんあんなに慌てて走っているのでしょう。こんなに気持ちいいのに。ドエスさん、見てくれていますか？あ、はい、ありがとうござ…今のはもしやドエスさんからのメッセージ？俺が気をつけてって言ったからには分かってるよな。見せてくれよクーカ、お前がネッサの上でもだえる姿を。わかりました、クーカ転びます。熱された砂が体にまとわりついて、すごいです、クーカの体が燃え上がるようです。ドエスさんがネッサの上でもだえるクーカを見ています。ご満足いただけましたか？チルリ、俺棄権するよ。私もお遊びで参加していいお祭りじゃなかったわ。会場に行かないとですね。クーカ、快楽を前に目的を忘れるところでした。ド M サマーフェスティバル、すっごく楽しいお祭りになりそうですね。へえ、あの子なかなか面白いじゃない。焼けつく砂上で笑ってやがる。ありゃ俺たちと同じ本物かもしれねえな。どうだか、あれくらいで本物だなんてぬるくなったものね。本物かどうかはすぐにわかるってもんさ。本戦に進めば俺たちと直にぶつかるんだからな。
さんと一緒に海に行くなんて。クーカはどんなひと夏の体験をするのでしょう。ドエスさんの熱い眼差し高ぶります。不思議な動きを始めてどうしたのですか。準備運動ですか。クーカを惑わすつもりかと。やっぱり水着で歩くのは恥ずかしいですね。ドエスさんの眼差しは空間の体を熱くさせますが、こんなにいっぱいの人の視線はちょっと。ドエスさん、空間の前を歩いてくれるのですか。ありがとうございます。これなら平気です。ドエスさんの背中がクーカを守ってくれています。頼もしくてクーカよりも大きくて触ってみてもいいでしょうか。いいですよね。一体どんなサメが来るかを待っているのでしょう。あれ、ドエスさんどうかしましたか。疲れた顔をされているようですが。予選を突破してこられた選ばれしド M の皆様、大変お待たせいたしました。これより本戦を開始いたします。始まるみたいです。ドエスさん、応援をお願いしますね。ドエスさんの熱い眼差しにさらされている限り、クーカは負けませんから。いよいよ幕が開く、ド M サマーフェスティバル。心と体の準備はよろしいでしょうか。ここまで来たらやってやる。正直何やってるんだろう私って気もするけど。冷静になるな。考えたら終わりだぞ。素晴らしい、覚悟は十分のご様子。それではこれよりド M の皆様にはお食事をとっていただくことにいたしましょう。これからの激しい戦いに向けて皆様には英気を養っていただこうと思います。食事だって、ありがてえ。ちょうど腹減ってたんだ。ねえ、私すっごく嫌な予感がしてるんだけど。というわけで第1回戦、こちらの熱々のおでんをすべて平らげていただきます。熱々のおでん。こちらの勝負は勝ち抜け勝負。完食した順に第2回戦へと進む権利が得られます。ジュリー、おでんがグツグツ煮えたぎっています。このおでんを見てよだれを垂らすなんて、さすがね。あ、さっきの変な人。
予選でのあなたには驚かされたわ。なかなかのド M みたいね。でもあなたの得る快感はここまでよ。この私が本物のド M を見せてあげるわ。皆様、お電話行き渡りましたでしょうか。それでは第1回戦スタート。いただきます。すごい熱さです。何考えてやがるんだこれ。口の中に入れられる温度じゃねえぞ。具が熱で溶けてる。とにかく冷まさなくちゃ。この程度で慌てふためくなんて、ド M の風上にも置けないわね。おっと、冷まさずに食べている選手がいるぞ。この熱、この刺激が私の求めるもの。さて、あの子は。おっと、どうした。動かない選手がいます。熱すぎて手が出ないのか。笑わせてくれるじゃない。おでんが冷めるのを待っているとでも言うの。でもそんな悠長に構えてちゃ勝ち抜けは無理ね。何、手を挙げた。ああ、ギブアップってわけ。やっぱり口ほどにもなかったわ。上の方、ちょっといいでしょうか。え、私ですか。なんでしょうか。食べるのを手伝ってもらうのって大丈夫ですか。手伝いですか。それはどういう。燃えないです。はい。ただ食べるだけでは空花の体は燃えないのです。ですので空花は考えました。どうすればもっと気持ちよく燃えるような食事ができるのかを。空花、目隠しをしながらそちらで見ているドエさんに食べさせてもらいたいです。目隠しをしながら食べさせてもらうですって。なるほど、大変失礼いたしました。どうやらこちらのド M 空花選手は私ども運営の用意した種目ではご満足いただけなかった様子。非礼をお詫び、提案を受理いたしましょう。ありがとうございます。ド S さん、よろしくお願いします。おい、あの子、目隠しをしながら食べるって。それに何、ド S さんって呼吸を出しよう。手伝いですって。判断を誤ったわね。そんなのは時間のロスになるだけよ。別の人間に任せてしまえばそこには気遣いが生まれる。この熱いおでんをためらいなく他人の口に入れられる人間なんて。さすがドエスさんです。クーガの口にためらいなく長いものを突っ込むなんて。え、大丈夫かって。全然平気です。ドエスさん、どんどんクーガに食べさせてください。そんな、時間のロスどころかスピードが上がっている。あの男の無茶な食べさせ方にあの子喜んでいるというの。ドエスさんの容赦のない攻めが空花の体を燃え上がらせます。高ぶってきました。なんてド M なの。ちゅるり。
戦、皆様お疲れ様でした。激しい戦いを終え、参加者の数は大きく減ることとなりました。しかしそれはこの場に残った者たちが強者、生え抜きのド M であることの証明。さあ、ド M サマーフェスティバルはまだまだ続きます。これより第2回戦を行いますので、ド M の皆様、こちらの会場ステージの上にお集まりください。あ、次のお楽しみが始まるみたいです。クーカ、行ってきます。はい、クーカ、どんな攻めにも屈します。海の上のステージ、なんだか足元がグラグラします。ここで一体何をするのでしょう。おいおい、フラフラじゃねえか。それでよく一回戦を抜けてきたもんだぜ。また変な人です。お遊び気分でこの祭りに参加したお嬢ちゃんに、この俺がド M のなんたるかを教えてやろうと思ってな。この人圧が強いです。ド M さん、クカ、変な人に絡まれてしまいました。助けてください。おっと、よそ見をしてる場合じゃねえぜお嬢ちゃん。始まるみてえだ。参加者全員、ステージ上にお集まりいただけたようですね。それでは第2回戦のルールを説明させていただきます。ルールは至ってシンプル。皆様にはこれより一定時間、このステージ上に立ち続けていただきます。ステージに立ち続けるだけ？確かに揺れて不安定だけど。なんだ、それなら。ではお願いします。疾風よ、すべてを切り裂け。切り裂け？今切り裂けって言わなかったか？魔法を使う際の気合というやつですので、お気になさらず。舞台の準備は整ったようですね。さて皆様、もうお分かりでしょう。第2回戦、逃げ場のない会場ステージでこの暴風に耐えていただきます。もちろん海に落ちたらその時点で失格、ド M にあるまじき失態です。コンプライアンスは存在していないのか？それでは第2回戦スタート。風が強すぎる。こんなのまともに立っていられないじゃない。おい、俺を風よけに使うなよ、ずるいぞ。仕方ないでしょ、立ってればいいんだから。ルール上は問題ないはずよ。あっ、だらしねえ奴らだぜ。この程度の風にも耐えられねえとは。だが俺は違う。どんな攻めにも耐えられるように鍛え上げてきたこの足腰、この程度の風じゃびくともしねえぜ。さて、あのお嬢ちゃんは？すごい風です。風圧に、おみくちゃにされて飛んでしまいそうです。相変わらずフラフラしてやがる。くるくると回りやがって風に翻弄されてるじゃねえか。ありゃダメだな。でもまだ物足りません。
見ろよあの子、この風を自分から受けに行ってるぞ。しかも笑ってる。とても楽しそうに。なんて無謀な真似を。風に翻弄されてるような奴が。空が回ってしまいます。空花選手、これはすごい。一体どういうことなのでしょうか。こちら解説席にお呼びしたド S さんにお聞きしてみましょう。踊っている？嘘か。あのフラフラとした足運び、あれはもしやステップ。やつは風に翻弄されているんじゃない、風と踊ってやがるのか。あー、もっともっと風で空間を回してください。くるくると。そうだ、あの上の方ちょっといいでしょうか。え、またはい、何でしょうか。風だけでは空間の心が踊りませんので、さらに水の魔法で空間をもみくちゃにしてほしいのです。はあ、お願いします。提案を受理いたします。水よ、風と共に吹き荒れろ。なんてド M だ。助けて、もう無理だ。私は今何をやっているの。空か、とっても楽しいです。激しい矜持をぶつけ合い、ここまで勝ち残ってきたド M の皆様、ド M サマーフェスティバル最終ステージへようこそ。ド S さん、見ていますか。ド S さんが空間に合図を送っています。あれはお座り。そんな恥ずかしいです。最終ステージか。どうして勝ち上がってしまったんだろう。次は私どんな目に遭わされるの。くっ、一度はあの空花とかいうド M に心を折られちまったが、ド M サマーフェスティバル優勝は譲れねえ。ええ、そうね。私はこのお祭りに参加するためだけにエルフの森から出てきたんだから。さすがはド M の中から抜きん出たド M の皆様、最終ステージにかける意気込みは並々ならぬもの。それでは最終ステージのご説明をいたします。最終決戦はこの海を舞台としたレースです。海の向こうに見えますゴール地点まで先にたどり着いた一人がこのド M サマーフェスティバルの覇者となります。え、泳ぐ速さを競うのですか。おっと、ご心配は無用でございます。
これはあくまでド M サマーフェスティバル。泳ぐ速さはどうでもいいです。泳げない方には浮き輪を貸し出します。浮き輪を使ってもいいのか？というか泳ぎはどうでもいいってことは、まさか。はい、もちろん待ち受けるはド M サマーフェスティバル最高の観覧深く。こちらの海には現在運営の手により魔物がひしめいております。バカじゃないの？ご安心ください。再度申し上げますが、ド M サマーフェスティバルは安心安全なド M のための祭りです。魔物とは言っても凶悪なものではなく、あくまでも人に危害を加えないちょっぴり刺激的なだけの魔物となっております。今すぐあの視界をひっぱたきたい。刺激的な魔物、一体どんな刺激なのでしょう。ワクワクします。ゆっくり楽しむためにクーカは浮き輪を使って泳ぎます。それではド M サマーフェスティバル最終ステージ、解説席のド S さん、ご一緒に。もう行くしかねえ。お、なんだ？体に何かが巻きついて、これタコの足？そちらはこの付近でたこ焼き屋をやっているご主人からお借りしました巨大ダコのタコスケさんです。めちゃくちゃ仕上がるぜ。だが触手程度で止まるなんざド M の名折れ。俺はこの程度だ。これは電気を放つクラゲ。なんてものを放つの。何？魚がたくさん足をつっついて。そちらはペロペロフィッシュといういたずら好きの小魚です。ペロペロとくすぐられることでお肌はツルツル、美容によくて大人気だそうです。さあ最終ステージ、運営の用意した刺激的な生物たちをかいくぐらなければゴールにたどり着けません。おや、注目のクーカ選手は タコさんのぬるぬるした触手に絡みつかれちゃいます。ジュルリクラゲさんのビリビリで飛んじゃいそうです。ひゃー、小魚さんにペロペロされて、クーカおっと、クーカ選手、これはいけない。全部です、全部自分から当たりに行っています。ド M としては正解ですが、これではゴールに近づけない。今のうちだ、先にゴールさせてもらうぜ。私が先よ。ド M サマーフェスティバルは私が制する。最後にふさわしく白熱してまいりました。ですが運営の用意した魔物はまだまだいます。ご覧ください、参加者の皆様に迫るあの凶悪な背びれ。あれは何の魔物でしょうか。解説席のド S さん、お分かりになりますか。ですよね、あんな魔物を用意したかな。いえ、あんな魔物用意していません。サメはさすがに危険かと。え、おそらく我々が連れてきたものとは別に紛れ込んできたのかと。ああ、緊急事態です、皆様お逃げください。ただいま海には危険な魔物が紛れ込んでいます。ふざけんな。逃げないと。
サメは無理だ。なんなのよこのお祭り。優勝はしたい、だがさすがにサメはド M にだって耐えられねえもんはある。ええ、ド M の引き際ってやつね。え、ねえあれを見て。おい、お嬢ちゃん聞こえてなかったのか。サメが出たんだ、逃げろ。いや、あの子自分から近づいてるわ。まさか。クーカ選手逃げてください。それは運営の用意した魔物ではありません。危険です。いえ、クーカは逃げません。用意していただいた生き物の皆さんも良かったですが、それは誰かが用意した安全なものでしかありません。今こうして予想外のところから現れた新たな脅威、そういうものこそ刺激的じゃないですか。クーカさん、ジュベリー、凶暴なお口をした魔物さんですね。あんなお口に飲まれてしまえば空がひとたまりもありません。ですが他の参加者の方にそれを向けることは許されません。空が楽しかったんです。刺激を求める皆さんとこうして競い合えて、ですので狙うのなら空間を。この温かい力、これはド S さんの。空間さんの体が輝いてる。なんて温かな光なの。こいつは真のド M の輝き。叶わないわね。おお、ご覧ください、運営が用意した刺激的な生き物たちが集まっていきます。光り輝く空花選手のもとへ。タコさん、クラゲさん、ペロペロフィッシュさん、ニュルニュルでビリビリでペロペロです。あ、魔物さんが逃げていきます。なんということでしょう。サメの魔物を空花選手が撃退しました。これはもはや文句のつけようもありません。今年のド M サマーフェスティバルの王者は。ですが、満腹になってしまうとお腹が目立って妄想がはかどってしまいます。
ドエムさん、空花にかけてください。さあ、一思いに空花をずぶ濡れに。海水が目に。実は空花、少し緊張していたんです。海で遊ぶなんて活動的なこと楽しめるのかなって。空花はいつも妄想で満足してしまいますし、海まで来てドエスさんを退屈させたらどうしようかと。でもそれは杞憂でしたね。こうして妄想じゃない生の体験をするのってすごく楽しいです。ありがとうございます、ドエスさん。ところで生の体験ってなんだか響きがちゅるり。その危険性を指摘され急遽中止となってしまったんです。考えてみれば当たり前ですが、でも代わりのイベントが行われておりますので。代わりのですか。はい、安心安全、誰も傷つくことのないイベント、カップルサマーフェスティバル。二人組で参加するイベントなので、お二人も参加されてみませんか？カップル、その、どうしましょう？いいのですか？空花と一緒で。わかりました。参加します。はい、ではこちらへどうぞ。いよいよ始まりますカップルサマーフェスティバル。夏の海を訪れたカップルの絆を確かめる最高にホットなイベントです。参加いただいた方々にはいくつかの種目に挑戦いただいた後、最終的に観客の皆様からの投票を受け、この海辺で一番熱いカップルを決めさせていただきます。途中で失格になったりすることのないとても優しいイベントですね。始まってしまいましたね。海に来ている人たちの視線にさらされて、す
少し恥ずかしいです。絆を確かめるって一体何をするのでしょう。はい、それでは最初のコーナーはこちら。参加していただいたカップルの自己紹介がてら、普段お互いをどんな風に呼んでいるかを教えていただきましょう。恥ずかしいな。ハニー。もう私まで恥ずかしくなっちゃうじゃない。ダーリン。おっと、これは最初からなかなかお熱いカップルだ。それでは次のお二人に。さて、ここまでハニーやダーリン、呼び捨てから果てはカレピまで様々な呼び方が登場してまいりました。最後は飛び入れで参加していただいたこちらのお二人。おっと、女の子の方は緊張しているご様子。ここは一つ、いつものように彼の名前を呼んで落ち着いてください。いつものようにですね。ではドエスさん。気を取り直しまして、それでは次へと進みましょう。お次はカップルによるポージングを競うコーナーです。ポージング。二人でポーズを決めるのですか。その通りでございます。二人で息を合わせ一体となった決めポーズをお見せいただきたい。それでは最初のお二方どうぞ。じゃあいつもので行こうか。ええ、しっかりね。おっと、これはド定番お姫様抱っこだ。軽々と抱き上げるその姿はポイントが高いぞ。さあ次々と行ってみましょう。それでは最後のお二人です。先ほどは緊張からか刺激的な発言が飛び出しましたが、今度は何を見せてくれるのか。ポージング、クーカとドエスさんの、あ、ひらめきました。クーカ、ドエスさんの足元で四つん這いになります。クーカの背中を踏んづけてください。遠慮は言いません。これこそがクーカとドエスさんのありのままの姿です。さあドエスさん、一思いに。さあここまで真夏の日差しよりも眩しくホットな絆を見せつけてくださった皆様、いよいよ最後のコーナーでございます。海を見ていると大きな声で叫びたくなりますよね。というわけでこれより皆様にはお連れの方に対する思いを海に向かって叫んでいただきます。思いを。それでは最初の方からどうぞ。愛してるよ。私も大好き。はい、安定のお二人でしたね。仲良きことは素晴らしきかだ。それでは進んでまいりましょう。それでは問題のんじゃなかった最後のお二人ですね。正直聞くのが怖い気もしますが、ここまで来たら覚悟を決めましょう。それではどうぞ。もうクーカたちですか。何を叫んだらいいのでしょう。クーカ、大声を出したりするのは得意ではないのですが、ドエスさんへの思いを叫べばいいんですよね。ドエスさんへの、ダメです。クーカ、恥ずかしくて。おっ
これは彼女への激励か。素晴らしい叫びだ。そうなのですね。やはりドエスさん、あなたは。はい、クーカ脱ぎます。ドエスさん、クーカはいつも感謝しています。クーカの趣味を一緒に楽しんでくれて、クーカの気持ちを否定しないでくれて、クーカのことを大事にしてくれて、いっぱいありがとうって言いたいです。おー、これからもクーカのことをよろしくお願いします。これからもそう、クーカのことをチルリ。おい、クーカ、これからもお前を大事にしてやるよ。そうだな、俺のものだと分かるようにちゃんと縛っておかないとな。俺色にラッピングしてやるよ。どう、いっぱい恥ずかしい。囚人監視の中でクーカはいつものようなプレイをされてしまうのですね。なんてカップルなんだ。こんな場所でこんなの勝てるわけがないわ。ねえママ、あのお姉ちゃん何を言ってるの。見ちゃダメ、もっと大人になってからね。どうやら参加者や観客の皆様からの投票を受けるまでもなく、優勝者は決まってしまったようですね。カップルサマーフェスティバル、真夏の海で最もホットなカップルはこちらのお二人だ。ドエスさん、何やらクーカたち優勝してしまったようですよ。あれ、ドエスさん、どうして頭を抱えているのですか。ドエスさん、ねえ、挨拶を抜きにして聞きたいんだけど、ド M サマーフェスティバルって何。やっぱり答えなくていいわ。わけのわからない情報を整理する身にもなってくれる。クーカはとにかく楽しそうだったけど、世界の広さってものをつくづく実感させられるわ。知らなくていい広さだとは思うけど、今日はここまでね。私も頭を冷やす時間が必要だわ。それじゃバイバイ。ドエスさんの攻めは最高です。あれ、クーカ、なぜこんな場所で眠って。おお、こちらにおいででしたか。ド M サマーフェスティバルの覇者クーカ様。司会者さん。私、今年の大会を見て感激いたしました。運営としてこのド M サマーフェスティバルを成功させられたこと、誇りに思います。え、そんな、クーカはただ楽しんでいただけで。楽しむね、これが本物のド M なのね。思い知ったわ。いえ、クーカは別にド M では。世界の広さ、ド M の奥深さを教えられたぜ。ありがとうよ、お嬢ちゃん。いえ、ですからク
カはド S さんに責められるのが好きなだけで、別にド M というわけではないのですが。おめでとう！皆さん、我々運営一同、今回のド M サマーフェスティバルを心に刻み、来年よりパワーアップしたド M の祭典を開きたいと思います。